はい、こんにちは、松岡です。今日もね、プラレールを買ってきました。こちらでございます。ちょっと今日は大きい。でしかも車両じゃない、道路&レールというね、造形部品なんですが、まあいろいろ部品が足りないんですが、まあたまたまね、100円だったので買ってきてしまいました。でこれ何のセットかが僕ちょっとよくわからなくて、知ってる方はね、ちょっとコメントいただけると嬉しいでございます。これプラレールのところじゃなくて、なんか全然違うところに置いてあって、たまたま通りかかって気づいたから買えたものなんですね。ということで開封したいと思います。開封いたしました、こちらですね。まず直線の道路レール&道路かな、この緑色と曲線ですねが4つでございます。はい、一体何のセットだったかわかんないんですけども、まあいいや。つなげ方としては、まあ、こうやってカチャってやるとこういう感じですね、まあ、半円ができました、ね、でここにトミカがね走るって感じです、まあ、昔の道路なんで今は多分つながらないと思いますけど、まあ、個人的にはここがね、つなぎ目がメスメス状態っていうね、レール&道路も、手に入れたんですけども、まあこれもね、どっかレイアウトとかプラレールで再現してみたシリーズで登場させていきたいと思います。ということで今回はこれで以上です。情報お待ちしております。飛ぶだろう。